の J リーグサンデー J リーグプレスです。まずはいよいよ最終節を迎えました JFL の結果からです。勝てば J リーグ昇格、どうしても負けられない最終戦を迎えたレイソルは NTT 関東との一戦、そして首位のセレッソはコスモ石油とのゲームでした。 J 昇格を優勝して決めたいセレッソですが、動きがやや固くコスモ石油キムヒョンスの間接フリーキックをキーパー武田が触ってしまいオウンゴール、先制を許します。しかしすぐさまセレッソも反撃、マルキーニョがヒールで流したボールをモーラが鮮やかにゲット、たちまち同点とします。こうなるとセレッソペース、前半37分には神田のセンタリングをマルキーニョがダイレクトで決めて勝ち越し、後半18分にもマルキーニョが折り返したところを森島が落ち着いて決めて3対1、そのままセレッソが逃げ切り JFL 優勝を決めて来シーズンの J リーグ昇格に花を添えました。JFL 全日程を終えての順位表です。最終戦を飾ったセレッソとレイソルが J リーグへの切符をほぼ手中に収めています。 JFL は、最終節ですね、今日が最終節なんですね、はい、そして前半までの勝敗表なんですが、1試合を残して25勝目をマークしたセレッソ大阪が J リーグ入りの基準である2位以内を確保しております。 J リーグへの昇格を決定的にしているわけなんですね。はい、ということでですね、はい、今日のゲームなんですが、柏レイソルは今日勝てば得失点差を加味しまして2位以内が確実となります。ということは、まあ、J リーグ入りが確実となるというわけなんですが、はい、本当にハラハラドキドキのこのレイソルのゲームからご覧ください。はい、ちょっとですね、そちらの方の VTR がもう今一生懸命繋いでおりますからね、それはじゃあ後ほどといたしまして、まあ、これは一番楽しみなところですからね、その前に大変申し訳ございませんが、コスモ石油セレッソ大阪他の試合からご覧ください。 J リーグ昇格を手中に収めたセレッソ大阪、あとは今日のゲームに勝って初優勝を決めたいところです。しかしそのセレッソ、緊張からか出だし今一つ動きにさえが見えません。そして前半11分、コスモ石油キムが放ったフリーキックがキーパーの手を弾いてゴール。なんとこれが自殺点となってしまいます。しかしこれで目が覚めたセレッソイレブン、その直後マルキーニョスからのパスを受けたモーラが左足でシュート、これで同点とします。勢いに乗るセレッソはこの後37分、マルキーニョスが右足で叩き込み、これで逆転。後半18分にも森島がダメ押しのゴールを決め、3対1とコスモ石油を下しました。セレッソ大阪は JFL 最後のゲームを優秀の美で飾り、来年の J リーグに臨むことになります。それではですね、この JFL の最終順位ご覧ください。 JFL は最終節を終えまして、優勝がセレッソ大阪、2位柏レイソル、3位がですね藤枝ブルックスとなっております。というわけで J リーグ準加盟のセレッソとレイソル、はい、この2チームが来年の J リーグへの昇格を確定的なものとしております。さあ、そしてすでに J リーグ昇格はほぼ確実のセレッソ大阪、しかし今日のコスモ戦前半の11分、間接フリーキックをセレッソゴールキーパー弾いてなんとオウンゴール、先制点許します。しかしその1分後、マルキーニョスからのヒールパスをなにわのアルシンドことモウラが決めて同点。セレッソは37分にも得点して逆転、前半折り返します。そして後半18分、森島、勝利を決定づけるとどめのゴールです。結局3対1でセレッソが勝って J リーグ昇格と合わせて JFL の優勝というタイトルも獲得しています。ゲーム終了後、セレッソイレブン、1年間ともに苦しみを味わった大勢のサポーターにビクトリーランで応えていました。Eu acho que eu fui muito feliz nessa primeira temporada no Cerezo, porque atingimos o objetivo e atingimos bem. 最終順、セレッソ・レイソルなんですけれども、こちらセレッソのですね、祝勝会の模様ですね。来月ですね、15日に J リーグの臨時理事会で正式承認されるということなんですが、歓喜の鏡割り、来シーズンの J リーグは14チームで争われることになります。楽しみですね。さあ、こちら最終順位です。セレッソ大阪が優勝、柏レイソルが2位です。来シーズンの J リーグ昇格を2チーム決めております。